はい、じゃあ、今日、髪質改善させていただきますけど、髪なんか悩みってどんな悩みがありますか？はい、最後に結構こっそり抜けてしまって、はい、今この辺りに結構段があるんですよ。なるほど。うん、で、ここの辺りでちょっとチリチリした毛とか、ふわふわした毛が出てしまうので、はい、毎回毎回ヘアアイロンかけていて、なるほど。で、毎日毎日こう、綺麗にはしてるつもりなんですけど、うんうんうん、なんかこう、バサバサによりなっていくような感じがしてるんですよね。なるほど。じゃあ、アイロンなしで、乾かしただけでアイロンなしの状態になったら幸せですよね。いや、めちゃくちゃ幸せです。はい、そこをちょっと見てやっていきたいと思います。で、今あの状態ここにね、写真受けておきますので、これがビフォーな状態になりますので、まあ、アフターね、楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。施術受けてなんかお話しさせてもらって、なんか今の段階で感想ってありますか？感想ですか？今の段階なんかあのセミナー受けてるみたいですごい勉強になります。なるほど、なるほど。面白いです。いろいろなんかこう仕組みとか、こんな風になんか自分のケアがどんだけ間違ってたとか、そういうことが使えるので、すごいよかった。セミナーできたみたいな。知らないことが多かったって言えないし。知らないことめっちゃ多かったです。ああ、よかったです。自分が良かれと思ってやっていたことが、結局白髪とか抜け毛の原因だったりとか、なんか切れ毛とか多分そんなことしてたんだろうなってすごい思う。そういうことですね。うん、ちなみに一つ、教えてください。何が間違ってましたか？なんか頭皮のマッサージはした方がいいんだろうと思って、洗うときに結構ゴシ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 力を込めてやっていたんですけど、はい、なんか結構それが割と白髪とかの原因になってたのかなと。そうですね、思いますね。マッサージは大きい毛にしたらいいんです。いいんですけど、力加減とかどこを押すかによって全然変わってきます。ここは側頭筋、後頭筋っていう筋肉があって、ここは皮膚しかないです。筋肉を動かす優しいマッサージをしていただく。優しい、優しいめっちゃ力込めてました。一瞬は気持ちいいかもしれないですけど、一瞬の一瞬です。間違ってた。ぜひぜひまたやってみてください。はい、これで施術終わりましたけど、どうでしたか？施術受けていただいて。いや、はい、なんかあの、はい、施術はなんか本当いろいろな工程を教えてもらって面白いなと思ったのに終わっちゃったんですけど、はい、なんかあの写真見てすっごいびっくりして。そうですね、実際ご自身で見るよりもビジュアル的に撮って写真で見た方が違いを分かっていただきましたよね。本当これ私なのかなと思いました。私です。間違った写真かなと思うぐらいに本当にびっくりしました。本当ですか？よかったです、よかったです。だから結局人からでもそうやって見られてるってことなんですよ。カメラで撮った 目と一緒で、人からはそういう風に見られてますよってことで、最初の写真もそうですし、後のアフターの写真もそうですし、ここにもう一度ビフォーアフターは載せておきますけど、はい、そんな状態です。なんかビフォーがちょっと恥ずかしかったぐらいだったので、これなら全然もう大満足で歩けます。良かったです。あの最初に言われてた途中からふわっと見てきてる毛、これを一番抑えていくっていう形で今回させていただきましたので、髪質改善っていうのはやはり質感を変えていくっていうことで、カットではもうできない技術なんですね。うん、これがお悩み解決で一番大事なことだと思いますので、まあ、たくさんの人に、ね、届くように今日動画撮らさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。